それでは今日も元気に見て強くなるソフトテニス塾を始めていきましょう。トレーナーのマックスとコーチの内とケンニーです。よろしくお願いします。今日のテーマは前衛の縦面横面ボレーの使い分け方。今日は久しぶりにうちのペアのケニーに来ていただきました。というわけでですね、ウッチーは光栄で、ケニーは前衛ということで、今日はせっかく来ていただいたので、縦面のボレー、横面のボレーの使い分け方についてケニーに解説をしてもらいたいと思います。視聴者の方からコメント欄に質問がありまして、私自身は普段遠いボールを取りやすい横面の意識が強いのですが、意識の部分には個人差があるのでしょうかというような質問がありまして、そこの部分に関してですね、取り方って違ったりとかする人も意外と多いのかなっていうか、僕の最近のイメージだと意外と縦面ができない人が多いというか、横面で取りに行っているような人が多いので、どういう時に縦面を使うのかとか、どういう時に横面を使うのかみたいなのをケニーに解説してもらいたいなと思います。はい、早速やっていく前に一つだけお知らせがあります。見て強福袋、こちらをですね今年はちょっと販売いたします。福袋の内容なんですけど、まずマークス T シャツ、マークス T シャツ3種類あるんですけど、そのうちのどれか1枚と、あと見て強 T シャツですね、一番最初に出した T シャツ、それからキッズ T シャツ、まずこの3枚が入ってます。でそれからあの見て強パーカーが1枚入ってる、合計4枚、 T シャツ3枚パーカー1枚が入ってる福袋なんですけど、こちら普通に全部買うとですね、大体21,050円ぐらいになるんですけど、今回ちょっとお安く12,980円、はい、でこちら買えますので、色は選べないです。サイズだけは選べます。キッズ T シャツに関しては140センチと150センチのどちらかがランダムに入ってるっていう形になりますので、サイズだけは選べるんだけど、色とか何の種類が入ってるかとか、福袋に開けてのお楽しみということで、ぜひこのお得な機会に購入してみてください。詳細は番組下概要欄のところに貼っておきます。それでは早速やっていきましょう。どうぞ。まずは縦面と横面の使い分けっていうところで、僕が意識しているところなんですけど、まずはその横面で取りに行かないっていうことを意識しています。なんでかっていうと、これを横面で取りに行こうとしてしまうと、もし反対側に来た時に取りに行くのに時間がかかりますので、基本的にはまずどのコースのボレーも縦面で取れる準備をしてボレーを行くっていうことを心がけてます。具体的には左手をしっかりつけた状態でポーチボレーに行く。そこから離れてしまうと横面になって取りに行ってしまって、逆になった時に反応できなくなってしまうので、しっかり左手をついている範囲でボレーを取りに行くっていうことを心がけてます。あとはその横面で取りに行くっていうよりは、どうしてもラケットで取りに行こうとしてしまうと足が動かないで届かないことが多いので、しっかりと左手をつけて足を運んでボレーするっていうことを意識してやっています。もう一点です。基本的には横面でボレーするときっていうのは、どちらかというとボレーを少し遠いところに打つっていうことが打ちやすくなることの方が多いと思います。あと縦面でボレーをするときっていうのは、どちらかというと浜足は短くなるので、落としボレー、短いボレーを打つときに使い分けてることが多いかなと思います。落としボレーを使う場面としては、基本的にストレート展開が多いと思います。基本的にこうボレーの考え方としては、一番フォローされづらいところにボレーをするっていうところが基本になると思います。例えばここからストレートボレーに行きましたってなった時に、後衛もフォローできてます、前衛もフォローできてます、これを弾いてしまうとフォローされるっていうのに、横面で弾いてしまうとフォローされて逆にポイント取られたりするので、落としボレーを打てば決まるっていう時は落としボレーをしに行きますし、逆に言うと落としボレーがフォローされそうなクロスボレーとかっていうのは横面で弾いて打つことが多くなると思いますので、実際に少しやっていきたいと思います。横面でこうやって取ってフォローされて逆ポイントっていうのが、もったいないと思うので、今みたいにフォローされる時に、これもまあうちフォローされてしまうボレーになると思うので、あの時に落とせば誰もフォローできない。前の、ポジション立ち位置にもよるとは思うんですけど、フォローされにくいと思いますので、その時にしか立てないを使ってくれればかなと思います。でただその時も、もちろん縦面でボレーにしに行くんですけど、遠い場合は横面になることは、構いませんので、ただきっちりと左でどのボレーも対応できる、例えば逆に来た時とかも対応できるように、これが最初から横で取りに行ってしまうと、で間に合いませんので、必ず左手をつけてボレーに行く、ちょっと逆にも対応できるかなと思うので、基本的には左手をつけてギリギリまで縦面でボレーをしに行って、いけたら縦面でボレーですし、届かなかったら、
取るっていうことを使い分けていただければかなというふうに思います。最後ですね、縦面と横面の使い分けでっていうところで、アタック止めですねのところを、使い分けというよりはアタック止めは基本的にやっぱり縦面になるかなと思います。横面で取ってしまうとパワー負けしやすいこと多いです。肘が上がってきて押されやすくなってしまうので、もちろん下半身も大事なんですけど、今日はラケットの使い方っていうところでパワーに負けないようにアタック止めっていうのは基本的に弾く必要がないボレーですので、きちっと縦面で取るように意識してみてください。では実際にやっていきます。やはりですね、横にこうやってやってしまうと体がのけぞって肘も上がって負けてサイドアウトだったりとかなってしまいます。あとは横面っていうのは絶対こう引っ掛けやすくなったりもするので、きちっと前に詰めて縦面で取るっていうことをアタックの目では意識してください。結構たまにフロスティのチームでも本田選手とかが実際にこのアタック止めが横になってしまってネットするっていうことが結構多いんですけど、これアタック止めの基本は縦面ですね。しっかり取るっていうことは基本になってくるので、前に詰めて面を立ててアタック止めをっていうことを意識してください。何本かやります。悪いで、これですね、ネットから離れて横面で取ってしまうとネット、もしくは負けてサイドアウトするっていうことがすごく多くなりますので、必ず縦面で取りに行くように意識してやってみてください。ケニー、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今回は横面と縦面の使い方ということで、できてない人ね結構いると思う部分だと思うので、これでちょっとスッキリしてもらえたかなと思います。基本はやっぱり縦面で取りに行って、縦面で届かない範囲に来た時に横面で取りに行くっていうのがね基本になるので、視聴者の最初の質問で言うと横面で取りに行く意識が強いって言ったんですけど、どっちかというと最初は縦面のセットで遠いなと思ったら、そうですね、横に行くっていう、バックボレーとかは横面で今取ることすごく多いと思うんですけど、横面で取るのは全然いいんですけど、逆に来ても取れる準備をしっかりした状態で横面でボレーするのは OK だと思うので、縦面で全部取れる準備はしていただければかなと思います。それこそ上松選手とかプレーがダイナミックというかに見えるんですけど、ちゃんと見てみるとほぼ縦面で取ってますよね。威力が強いから、なんかこう横でバーンバーンってやってるように一瞬見えるかもしれないですけど、ちゃんと縦面で綺麗に取ってるんで、派手に見えるんだけど、その基本がやっぱりできてるからそういうプレーができるということで、全員の皆さんまず縦面を練習してみてください。最後に見てくれた塾生の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。見て強くなるソフトテニス塾では、ソフトテニスが上手くなるための最新情報をまとめて発信していますので、まだチャンネル登録をしてなかったという方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。それから今回の動画すごく参考になった、また見てみたいと思った方はいいねボタンもよろしくお願いします。皆さんの普段の悩みやリクエストはコメント欄の方でお待ちしておりますので、どんどんコメントしてみてください。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。